劣らないと思います、ボストンだけでは。でなぜならば、あの新しい閣僚も選ばれますよね。そういう人たちの資質なども含めてやっぱりしっかりとあの国会の中で議論に付していかなければ判断材料になりませんし、まずは補正予算組むべきだと思ってますしね。で加えてこれこそですけれども、あの石破さんはもともと7条解散には否定的だったじゃないですか。否定的だったのになぜじゃあ今度はそんなね急がなければいけないという判断をするのか、あの一定程度の議論した後には当然解散権があるからそれはあの委ねたいと思いますし受けて立ちますけれども、あの69条解散の余地は今全くないと思いますんでね、そこは筋を通してもらわなきゃいけないなと思います。まあ、総理の恣意的な判断で解散するのはちょっと違うんじゃないかってことですね。だからもうね、野田代表がおっしゃるね、69条ってのは憲法に書いてある通り不信任案が可決された時、不信任案が否決された時って限定してあるわけですよね。だからその目は該当しない。だけど国政の審判を経ないままに新政権ができましたと、別に認知したわけでもないんだけど、やっぱりそれってどうですかってこと判断を求めるのも69条の趣旨には合致するものだろうねと思っています。そういうことです。納得できないですね。全く納得できません、それ全くできませんね、それはもう7条の解釈に基づく解散としか言いようがないと思います。それはこれまでおっしゃってきたと、それは違うと思いますね。